洛南、新都は、京都市が高度集積地区と定めている、京都府京都市の南区と伏見区にまたがる地域。洛南新都心とも呼ばれる。高さ95メートルの京セラ本社ビル、京都駅南側の十条通りから、南は宇治川までの6キロメートル、東は東高瀬川、西は国道1号に囲まれた油の工事通り沿道を中心としたエリアである。 5 0トル圏内には、大阪湾、ベエリアの大阪市や神戸市、関西文化学術研究都市及び、周辺都市の宇内市、奈良市がある。南北に、国道1号と油の工事通りが通り、名神高速道路、京都南 IC や新十条通り、刑事バイパスへ接続。将来的に、名神高速道路と油の工事線を結ぶ。 京都南ジャンクションを新設する計画も出ている。ものづくり関連企業や事業所を中心とした土地利用を促進させるため、都市計画規制緩和として高さ制限の除外などが行われている。京都市の立地的成果計画では都心部と並んで都市機能誘導区域に指定されている。地域の主な施設に京都市成長産業創造センター、 京都府総合見本市会館などがある。京都高速道路上、南宮南 IC 付近中心部を通る鉄道はない。そのため、京都市営地下鉄、カラスマ線延伸等の構想があるが、実現に至っていない。武田駅が、地域の鉄道駅の中心となっている。私鉄地下鉄地域内を高速道路が通る。高速道路、ありがとうございます。